よう、元気か？ああ、俺今日は部下のイアンでな、遊ばせてやってんだ。だろ、せっかくだ、お前も遊んでけよ。遠慮すんなって、おごりだぜ。行くもんね。とっとと位置につけボケ。10代目、起きてください。これから役作りに入りましょう。眠いよ。どうしたの？事件？いいから、一緒についてきてください。こんな朝早くどこに行くの？河原っす。河原？忍者の役をやるには、まず忍者をよく知ることが大切っす。眠い。体験あるのみっす。俺が作った水雲を用意しました。乗ってください。乗ってくださいって、この今にも沈みそうな丸い浮き輪に？そうっす、頑張ってください。それ押さないでよ、ゴクデラ君。片足ずつ乗っけてください。そうすればアメンボみたいにスイスイ水の上を進めますから。スイスイって？あ、バランスが取れない。何？ゴクデラ君、助けて、するんだから。10代目、今助けます。ゴクデラ君、俺流されてるよ。溺れる。10代目、流れに逆らってなんとか泳いでください。イーピン、イーピン、助けて。
10代目、怪我はありませんか？すいません、俺のせいっす。もっと頑丈な水雲を明日作ってきます。もう水雲はいいって。しかし、まさかあいつが水雲をあんなに器用に乗りこなすとは。人には意外な一面があるっすね。つうか、水雲にうまく乗れても舞台で水雲使うことなんてないんじゃない？そういえば、そうっすね。それは置いといて、次のステップに行きましょう。次？あるの？もちろんっす。次は手裏剣っす。手裏剣？手裏剣をまっすぐ投げるのは意外と難しいんすよ。あの木をめがけて投げてみてください。10代目のせいじゃないっす。この手裏剣が悪いんです。ランボさんも手裏剣投げたいもんね。おめえは黙ってろ。うぎゃか、ま、うん、ゴクデラ君、手裏剣は諦めるよ。諦めるのはまだ早いっす。とっておきの手裏剣を用意してあります。とっておきの手裏剣？そうっす、これです。ブーメラン手裏剣っす。ブーメランなら投げたことありますよね。うん、まあそんなにうまくない。ブーメランの要領で投げてください。ではどうぞ。わかった。それ10代目すごいっす。うまく飛んでるっす。やった。10代目、ブーメラン手裏剣が戻ってきます。キャッチしてください。もう間に合わないよ。いってもろに食らっちゃった。10代目
また俺にブーメランが当たった。最後はマキビシス。まだやるの？もういいよ、極寺くん。マキビシを廊下にばらまいておきます。そこを取ったら最後、足の裏に無数の針が突き刺さるっす。いえ、そんなことしたら大問題になっちゃうよ。もう俺が撒いておきました。ほら、あそこです。ああ、本当だ。よう、綱。山本、危ない。いて、なんだこのトゲは。山本、無様だな。ごめん山本、これは俺が。ん？このトゲ、野球部のスパイクの裏に使えるな。少しもらっとくか。切り替え早っ。おい、勝手に持っていくな、山本。ダンボさんもマキビシマークもんね。いて、やめろランボ。いて、いてて。アホ牛、俺が。なあ、ああ、中大名。今でダイナマイトの巻き添えに。ランボーさん、痛くないもんね。すいません、中大名。大丈夫っすか。いやー、よかった。これで俺の忍者体験修行は終わりっす。さすが中大名、よく耐え抜いてくれました。もうやりたくないよ。役作りは役者の基本ですからね。中大名の演技力期待してます。だからまだ主役やるって決まってないってば。寄っていけ。そうか、俺の極限スパーリングに付き合ってくれるのか。これは
物の匂いか。安心しろ、時間は取らせん。何せ極限スパーリングだからな。俺がもう一人いる。あれ、なんか騒ぎがする。助けて、リボン助けてくれよ。あれ、ゴー。ダメだな、やり直せ。おい、聞いてんのか。お前の変装のことだぞ。おい、ゴー。やるぜ。行くぜ。死ぬ気で暗殺。うぜえぞ。行くぜ。やってやるぜ。フルコースよ。死ぬ気で暗殺。暗殺しようなんて春は許せないです。問答無用です。今度ツナさんに襲いかかったら春が許しません。